いや、結局、その、まあ、あの、なんだろね。あの、勉強ができるもそうなんですけど、あの、努力ができるも遺伝子によるよねっていうことになって、結果として、あの、優秀な遺伝子が集まるそれなりのいい高校、それなりのいい大学は、何やらせてもそれなりにいい経験になるよねってなって、あの、大学で行くと、六大学の野球とか、あとラグビーとかも、割とやっぱあの、偏差値高い大学が強いんですよね。 っていうのがあるので、なので、あの、結果として優秀な人というのは何をやってもそれなりになり優秀っていう。えっと、その、あの、遺伝子的にその筋力が異常に強いですっていう人で何やってもあのスポーツそれなりにできますっていうタイプの人も、まあ、あの、結果が出、個人スポーツだと結果が出る場合があるんですけど、そのチームスポーツの場合って、まあ、ピッチャーを置いておいて、一人がめちゃくちゃ優秀だとしてもなかなか勝てないんですよ。まあ、その、 あの、その、ダルビッシュさんみたいな人が一人いれば、まあ何とかなるかもしれないですけど、でもなかなかその、まあピッチャー以外が一人が、例えばじゃあ、ファーストがめちゃめちゃ上手いって言っても、やっぱ勝てないんですよ。そのファーストだけが異常に守備が上手いって言って、で、そいつは毎回打席でホームラン打つって言っても、やっぱ4点ぐらいしか取らないんですよ。まあ他のやつがヒット打たないと。で、ファーストがいくら上手かったとしても、やっぱり、あの、ピッチャーがしょぼいと、あの、抑えられないじゃないですか。 っていうのがあるので、なので結果としてその、努力ができるっていう能力がある人たちっていうのを、急に集めた方が強いよねと。で、努力ができるっていう能力って、頭がいいという能力ってやっぱ比例するんですよ。まあ、正確に言うと、その、小学校、中学校の頭がいいで、言われたことをきちんとやるという能力ね。あの、数学者みたいな、その、 一般の凡人だと理解できないような頭の良さではなく、あの、言われた通りに書いてあるものを読み、言われた通りにやるっていう、その、良い子、真面目な子って言われる能力が高い子の方が、チームスポーツは割と結果が出るっていうのがあったりするので、あの、大谷翔平さんを見ててください。はい。なので、あの、結局、その、そうすると、あの、高学要は偏差値の高い学校の方が、それなりにその真面目な子が集まって、その言われた通りのことをするので、結果として能力が高くなるよね、っていうことになってしまうっていう。 大谷翔平さん一人だと何とかなっちゃうんですけど、<laughs> ではその、ピッチャーもできるし、ホームランもですし、だから、ピッチャーやって0点で抑えて、一人でホームラン毎回打って4点取って、ほら、勝ったっていうのができるので、大谷翔平は例外です。<laughs> あの人漫画なんで。